さあ、えー、ここからはガングレビューでございます。毎回ですね、えー、大変、その、発売された面白いガング、それから、まあね、旬なガングとか、いろんなものを持ってきています。えー、今日はですね、まあ、このタイミングでこれかっていう意味で、ある意味旬を逃してるといえば確かにそうなんですが、ポイントとしては、ビタッと当たってるかなと。はい。そういうちょっと変わったものを持ってまいりました。大きいんですけどね。はい。えー、こちらでございます。レンジャーキーセット。 充電戦隊恐竜ジャーはい。大きいんですよ、これ。あのね、箱はね、まあ、高校生の男の子の弁当箱の、まあ、20人分ぐらい <laughs> かなと、結構大きいです。はい。で、今日は、ちょっとバイクじゃなくてね、今日車で来てたんでラッキーだったんですけど、えー、この大きな箱をですね、持ってまいりました。で、ちょっとね、あの、まあ、スーパー戦隊知ってる人だったらわかると思うんですけど、えー、 レンジャーキーセットっていうのは、基本的には、ジャーの話なんですよね。そうなんですよ。合解錠の話なんですよ。で、合解錠がを終わったんで、もうレンジャーキーの関係っていうのは一応収まりました。が、バンダイさんやってくれましたね。はい。まだ行くか。はい。えー、今手に持ってるんですけどね。これ、レンジャーキーセット、充電戦隊、恐竜ジャー すごいの。あの、大変綺麗なね、化粧箱でして、あのー、まあレンジャーキーがね、中に入ってるんですけど、なんと13個、全部入ってます。はい。で、えー、不思議なのはですね、その、レンジャーキーセットというと、いわゆる、豪快者ご存知の方は、多分この音をね、覚えてらっしゃると思います。はい。手に持ってるのこれ、モバイレーツってやつなんですけどね。 このモバイルツは豪快者が使ってて、で、レンジャーキーっていうのはこのモバイルツで、ええー、音を発動するというので、すごい売れたんですよ。はい。ところが、その、ね恐竜者はついこられたじゃないですか。で、当然そのレンジャーキーはかん、全く関係ないんですよ、レンジャーキーなんモバイルツのもの字も出てきませんから。正直な話、レンジャーキーのレの字も出てこなかったと思いますよ、番組の中には。ね。でも、 バンダイを押してきましたね。はい。で、この大変き,きれいなね、化粧箱、ちょっとね、開けてみたいと思うんです。これ、実は初めてなんですよ。えー、ちょっと商品はね、2、3日前に来てたんですけど、えー、レビューやるのは全くここで初めて。はい。えー、開けました。で、開けますと、中から2つのレイヤーというか、2つの箱が出てきます。えー、最初の箱、一番上は、レンジャーキーセット充電戦隊恐竜茶ということで、レンジャーキーが入っている、 箱でございますこうなんていうのこうチョコレートが入っているような非常にね綺麗な化粧箱に入っておりますよ。はい、でもう1つははい、えー、もう一つねややちょっと厚みのある箱なんですけど、えー、恐竜者のロゴがブラックのねあのシルバーのロゴがですね、えー、真ん中にどーんと入っているという非常に大きな箱でございます。こちらも で、えー、実はその大きい方の箱の中にはですね、そのシリンダーが入ってまして、シリンダー中うのは、まあいえば鍵を差し込む方ですね。差し込んで音が出るその部分のシリンダーがあの大きい方に入ってます。で、薄い方は鍵のレンジャーキーが入ってます。ちょっとレンジャーキー開けてみましょうね。で、えー、箱を開けます。開けました。はい、出てきました。すごい。えー、今ね、このね、なんていうのいわゆる プロの方が、プロの道具入れみたいなね、あの、クッションの中にですね、レンジャーキーが1個ずつで、ね、1個ずつですね、13個きれいに収まってますからね、クッション付きですよ。で、えー、ね、そのステッカーが付いてるんです。で、まあ、今回はちょっとステッカーは使えませんけど、このステッカーは、その恐竜レッド用とかですね、恐竜ブルーとかね、えー、その辺にこう、一枚一枚貼っていって使うものでございます。はい。で、何もね、 その今回恐竜じゃまあその恐竜邪出てくるメンバーみんながね出てるわけなんですけど、えー、非常にね造形的には基本的にはレンジャーキーはみんな同じなんですよただ今回非常にそのファンの人それからこのこういうのこのねセットが欲しがる人はですねなんといっても楽しみだったのはトリンなんですでちょっと先にちょっとトリンちゃんをご紹介しましょうトリン皆さん覚えてますよね えー、で、充電設で恐竜者の中でですね、まあ言えばみんなの先生みたいな指導者みたいな感じで出てくるんですけどね、ね、ブレイブだっていうやつですね。で、あの方なんですけど、えー、羽がついてます。レンジャーキーの中で羽がついてるレンジャーキーは多分彼が初めてだと思います。はい。造形専用に作られてますよ。これは。顔のデザインからね。えー、で、ちょっと、ね、えー、 開けてみたいと思いますね。これ初めてだよ、これ。ちょっと緊張しちゃうな。開けますよ。うわ、トリンだ。トリンのレンジャーキー。かっこいい。非常にね、色もね、あの綺麗に細やかな。あのトリン、結構ね、なんか、インディアンみたいな色合いのね、あの衣装みたいな色合いになってるんですけど、えー、その色がですね、いろんなところにです、ね、塗られております。はい で、えぇ、ー、その、レンジャー機、こうね、えぇ、ー、まあ、人形の形はしてるんですけど、えぇ、ー、一応、鍵にですね、変身しちゃう。変、変、変形しちゃうっていうかね。で、えぇ、両手を上げて、で、足を折り曲げますと、この変身が、形がですね、鍵の形になります。ね。で、えぇ、ー、これでですね、その、ま、あ内蔵してきたらシリンダーで開け、シリンダーを回すと、音が出るという仕組みになってるわけなんですが、ちょっとそのシリンダーね、ちょっと、持ってきますね。 で、シリンダーの方も開けてみましょう。ワクワク。なんからね、こういうの好きですね。<laughs> この、こういう化粧箱に入ってるようなね、おもちゃ好き。で、ちょっとシリンダー開けました。あ、シリンダーじゃない、箱をね。開けました。で、えー、今これちょっと手に持ってるんですけどね。その中に入っているものは、まあ何でしょうね。お、意外と大きいよ。これ。あのー、 ええと、イメージ的にはですね、あの、ジュースの100ミリ缶あれ100ミリぐらいかなで、ね、小さなあの、缶ジュース入ってもありませんあの、一般的な350ミリじゃなくて、さらにその3分の1ぐらいのやつね。あの、非常に小さなビールとかありますよね。はい。あの大きさ、ちょうど拳の大きさですよね。 で、手にしっかりこう入るぐらいの大きさでして。で、えぇ、ー、13個、やっぱり入っております、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11。違うじゃん。12個や。<laughs> ね。12個入ってました。すいません。13個だと思ってまた。ね。で、えー、各色揃ってまして。で、おそらくね、あの、そうだね。えぇ、ー、と、12個ですね。で、えー、トリンの、えー、音がですね、おそらくこれになるんだと思うんですけど、 えー、ブルーのものもがありますねちょっと待ってくださいよこれはねいろんなよ説明書があるのかなあ意外と説明書がなかったりとかするのねこれね今初めて開けたので、えー、どういうものなのかっていうのは今ちょっと今あれなんですけどね、まあ、これ一番最後でやってみましょう えー、この今、持ってるシリンダーだけちょっと持ってきました。えー、ちょっとねスピーカーが横についてまして、一番上にその鍵を差し込む穴が開いておりますで、えー。バッテリーをですねあの絶縁している絶縁体のプラスチックが入ってます。これ抜きます。チャッといましたよで、えー。どんな音が出るのかなと、ちょっと楽しみでございます、ね。初めてです。はい、入れますよ。はい、カチャよで、回します。 あ、外れちゃったよ。と、と、トリンの足が、トリン、足が外れちゃったよ。ちょっと待って。えー、初めてやるとですね、足、アシ、アシスタントもいないしね。これ、これ、違うのかな行きます、開きまーす。賢人トリンおう、賢人トリンいましたね。賢人トリンはい。それだけ <laughs> え 今ので終わりかなはい、もう一回行きましょう。ンントリンそうですよ。それだけで終わりですよ。どうですかこの出来具合。ね。賢人ン,ン,ンの発音までちゃんとやってくれるというですね。どうフォローしていいのかよく分かってないんですけど。やっぱりね、これはレンジャーキーは、やっぱ造形でしょ。うと無理や展開。 えー、でもね、賢人取りのね、えー、ね、造形非常によくできております。で、まあ音、賢人取りっでこれだけが終わりなのかなもっとなんかありそうな感じしますけど、でも、音的には多分これでしかもう、アクション的にはもうないですね。曲げる部分は。ちょっと気になりますんで、他のところもやってみたいと思います。一応賢人取りに終わりましたですね。で、えー、やっぱりね、まあ、やっぱここはこの恐竜レッドでございましょうか。ね。恐竜レッド上げてみます。 パリ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 パこのビニールをね、開ける音がね、好きだな。はい。えー、今手に持ってますのがね、えー、恐竜レッドのレンジャーキーでございます。はい。で、えー、レンジャーキーはね、あの、さっき言いましたんですけど、基本的には、あの、その、ね、モバイル列で起動させると音が出るわけなんですよ。で、ちょっと今、実はね、先ほど出しました、モバイル列持ってきてますんで、 この恐竜ジャーのレンジャーキーを、こちらの、えー、正直な話、2年ほど、恐竜ジャーの2年前かなに発売されました、ね、モバイルレーツで、どんな音が出るのかっていう、何が起こるかってちょっとやってみたいなと。実験でございます。えー、ちょっと電源をもう一回入れます。はい、入ったよ、モバイルレーツ。懐かしいでしょ、この音。で、ここに、 恐竜レッドのレンジャーキーを入れます。なんか怒るんかなお鳴ったよ。で、回します。あ、やっぱりね。はい。えー、当然その恐竜レッドの音っていうのは入ってませんから、えー、スペシャルレンジャーキー、え、やーとーって言ってましたですね。はい。なるほどね。こういう展開か。 さあ、えー、じゃあ肝心の、えー、シリンダーの方でやってみたいと思います。えお、ー、そらくこれ一番最初の赤のですね、えー、シリンダーが入ってますので、これがれん、あの、恐竜レッドのシリンダーだと思いますよ。で、こちらの方に、ね、えー、恐竜レッド入ります。こちらで入るかなはい。入った時は何も言わないのね。で、えー、回します。いきますよ。おう。 なるほど。名乗りだけが入るわけですね。はい。もう一回行きましょう。聞いてください。千葉の勇者、恐竜レッドあ、いいじゃない。牙の勇者、恐竜レッド。あの名乗りのシーンが出るわけですね。うん。け、うふ賢人鳥居は、ちょっと、ちょっと短かったかな。名乗りとしては。はい。まあ、いいじゃないですか。ねえ。これ、いいよ。うん。あのー、 これはあの、ちょうどねあの、一般販売されてません、残念ながら。えー、プレミアムバンダイさんの方で、えー、なんていうの、予約販売という形で、えー、限定でですね、発売されたんですけど、も残念ながら、もうあの、なんていうの、あのーもう、締め切れもう打ち切られてるんで、えー、購入はできないと思います。購入はできませんが、こういうのがあって、音が聞けるんだなということで、ちょっとユニークなところではですね、えー、これ聞きたいと思います。ちょっと全部やるとですね、すごい長くなると思うんで、 えー、恐竜えー、ゴールド。ね。えー、恐竜ゴールドをやってみましょう。はい。今、開けております。そういえば恐竜ゴールドあれなんだよね。また SHP ー圧が出たんだよね。まあ、それはいいや。はい。えー、恐竜ゴールドの、えー、レンジャーキーでございます。綺麗ですよ。はい。よくできております。で、こちらの方をシリンダーでやってみましょう。で、シリンダーの方もですね。シリンダーもやっぱゴールドですね。はい。なんか眩しいよ。 <laughs> すごい色これはい恐竜ゴールドの音えー、なんだったっけな恐竜ゴールドちょっと待ってかけてみますよ名乗りですはいそうでした雷鳴の勇者でしたねはいはいもう一度いいじゃないですかねえなんかいいよなんか楽しくなってきたこんな感じでいこう う、賢人 <laughs> リンから始まったから、ちょっと、ちょっと、これ、しくじったかなと思ったけど。そして、えっ、ー、と、恐竜ジャーのメンバー、まあまあ、その、ごめんなさい。恐竜レッドを代表しましたんで、他のメンバーはね、割愛いたします。が、えー、やはり恐竜ジャーの他のメンバーの中で非常に特徴があったのは、あの、スピリットレンジャーというんでしょうかね。あの、いわゆる肉体としてはもう滅びてるんですけど、えー、精神体ですよね。 としししてて存在して終わりした、えー、こちらの方は恐竜思案ですかねはい、えー、恐竜思案の方が、えー、ここにありますのでちょっと見ていきましょうね恐竜思案恐竜思案は確かねあのこなん,かなんか古代ローマみたいな衣装をしてましたねあの外国人だったですね <laughs> 外国人最近外国人スーパー戦隊史人よく出てきますねねえ新建者の時あそう確か同じ人でした 真剣じゃんの時も真剣ブラウンだとかって名乗って登場してみんなが戸惑ってたところがあったんですけど確か同じ方でしたね。ブライアン,イアンあ、ブライアン宿営忍びかいや違うやろそれ。<laughs> 宿営忍びこんなところにいてアルバイトやってんのかなえー、恐竜シアン。はい。やっぱりシアン色のですね、えー、シリンダーがございます、はい。こちらをですね、開けまして。恐竜シアン。なんだったっけな,なんか彼が得意なもの、名乗りなんだって。 ワンツースリー鋼の勇者もう一回。鋼の勇者恐竜師や、はい。はい、ね。だから強そうな。鋼の勇者恐竜シアうん。ええ感じですね。いやしかし、これ。あだいいいこの一つの声のためにこれを作る。どこまで。 バンダイさん強気なのこれ <laughs>。すごいもの作りましたね。で、実際ね、これあのー、うちもその予約販売はやったんですけど、皆さん、外皆さん買われましたよ。はい。まあ、たくさんというわけではなかったですけど、やっぱり買っていかれましたですね。えー、っと、それで、えー、スピリットレンジャーの中にもいろいろあるんですが、あこちらに行きましょうか。 あ、そうそう。あのー、この前はスピリットレンジャーじゃないね。えー、大のお父さん。確か。そうそう。第五のお父さん。いや、違う。お父さんもやったのか。トリンだ。トリンが変身した姿が確か恐竜シルバーだったと思います。はい。恐竜シルバーでございます。恐竜シルバーのレンジャーキー。ね。えー、頭のかっで出っ張りがちょっと非常に、ね、あの、ブラギガスですか。えー、というね。えー 恐竜を操るとということだったんですね、えー、シルバー、分かりやすいですね、はいで。シルバーのシルバー色のシリンダーを手に持っております、えー。こちらの方にですね、えー、恐竜シルバーのレンジャーキーを差し込みまして、えー、名乗りでございます、こんな感じ。先行の勇者恐竜シルバーもう一度、はい。先行の勇者、恐竜シルバー。ね、先行の勇者ということで。 ごめんなさい。ちょっと漢字書けない。全 <laughs> 校の勇者。恐竜シルバーでございますね。まあ、こんな感じでですね、えー、いろんな、その、あの、音が、ね、えー、いろんな音というか、いろんなシリンダーがあ <laughs> って言った方がいいのかな。実際にはいろんな色じゃないですからね。い、いあの、名乗りの一回だけの音ですから。まあ、これを商品化したバンダイさんもすごいですけど。えー、ちょっと、じゃあ最後にですね、えー、もう一個。 ねえー、ちょっと出してみたいと思います。えー、こちらの方は、あなんだっけ名前忘れちゃったよ。<laughs> これね、えー、カタログによると、恐竜、あ、そうそう、恐竜レッドカーニバル。はい。パワーアップした形ですね。はい、そうです,ですあの。ミニティラーで変身するやつだったよね。同じ,同じ赤ですね。はい。これは恐竜レッドなんですけど、恐竜レッドのパワーアップした形で、えー、恐竜レッドカーニバルのデザインでございますね。 で、変身してカーニバルで戦うんでしたよね。<laughs> 非常に、あの変身シーンは面白かったです。すごい楽しそうに戦ってましたよね。えー、さあ、えー、で、これはじゃあどれなのかって言われると、ちょっと、同じ赤なんで、わからないんだけど、多分このね、白だと思います。後ろから2番目なんで、そうですね。これですね。 白いシリンダーが入ってるんですけど、えー、順番的にはこれになるようなんで、まあ、なんか不思議。まあでも白もありますからね、確かにね。で、あの、カーニバルにはね。で、かけてみましょう。はい、スイッチオンで、カーニバルです。おぉ、今回長かったよ。はい、もう一回行きましょう。ワン、ツー、スリー。 恐竜レ,、はい、レッドカーニバル恐竜レッドはねそそうそうあの今回ねあの今ちょうど「仮面ライダー対戦」やってますけどあの中にも出てきますねダイゴさん特別出演はいなかなか面白い登場の仕方しましたですよやっぱりそういう恐竜じゃんも非常にねやっぱり売れたシリーズですので,でそのレンジャーキーは あの、確かに、誤解の時ですけどね。非常にこれも売れた玩具でございました。で、まあ今回ね、この組み合わせで、バンですよね、まあ、一般販売はまず無理な商品ですね。これはね。広く売っちゃう、あの、いろんなおもちゃ屋さんでこう、ドーンと出したら、絶対に無理な商品でございます。ただ、非常にコアな、ね、えー、お客さんがやっぱりいらっしゃって、で、企画されたんでしょうね。あの、ちょっと、ここで、ね、 皆忘れかけている、その今あの、ね、レンジャーキーを、もう、ワンプッシュ、ラストしましょうよ。まあ、ラストかどうかわかんないですよ。まだこの後。ひょっとしたら、あれみたいなことです、ね、レンジャーキーが出てくるかもしれないですけど、えぇ、ー、恐竜じゃでやっちゃうというね。はい。そういうわけで、えー、今回の、えー、ね、えー、ガングレビュー、いかがだったでしょうか。ちょっと、 あの僕の中ではね、ごめん、僕の中ではちょっと期待外せるところが正直な、ある、ある。うん。でもね、あの、集めてる方、で、これね、あの、家の中にこ開けてね、飾るのはね、やっぱりそれはちょっとまた別なところの楽しみかな。うん。でも、あの、ああいう名乗りがね、あの、入ってるっていうのはちょっと嬉しいですね。うん。本当は正直な話、もうちょっと他の方のね。 あの音も入ってたらいいなとか思ったんですけどどうなんでしょうこれ違うやつでやったらどうなのかな恐竜シアンのやつに例えば鳥に入れちゃうとどうなっちゃうのちょっとやってみようかなあ何もあごめん、ね、言うわけないよ電源が入ってないよびっくりした <laughs> はいじゃあ今ね恐竜シアンにね鳥、えー、リ入れちゃったちょっと無理な組み合わせの あ、やっぱりね。<laughs> 認識はしないわけだ。ね、だってね、あの、鍵ずっとのレンジャーキーのデザイン見てると、おなあ、違うあ。微妙に違うよ、やっぱり。あ、同じかなと思ったけど、全然微妙に違いますね。ね、ちょっとね、と、と、なんか突起がなかったりとかね。あまりそこまで認識してないのかもしれない、実は。うん。 うんね、シリンダーの方がね、えー、あもう,もう、ま、入りましたら OK ですとみたいな状態なのかもしれませんね、これね。はい、ということで、えー、細かいパーツは、まあ、ありますけど、えーまあこれを、これを買われて一般の、ね、小さなお子様たちが遊ぶということは、ちょっと状況はイメージしにくいんですが、まあ、あの取り扱いの方には気をつけてください。まあ、とりあえずこれはねあの、どちらかというと大人の方がです、ね、やっぱ楽しむ。 え、コレクション性の高いものでございますので、まあ、もしなんかチャンスがあってですね、えー、皆さん、その、だか、ね、えーあ、見かけたとかね、あそこに置いてあったとかって、ね、そういう時あったら、えー、よろしいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、今日の、え、ガングレビューはですね、プレミアムバンダイから発売されました、レンジャーキーセット、共有者のレンジャーキーセットでございました。